はい、どうもシルビです。今回はイフリット使えばよかったですね。失敗しました。今回は8月16日に変わりました。第50何回かな、ダカの実況プレイです。第58、9回。お、素晴らしいですね。もうすぐ60回、100回も近くなりました。というわけで頑張ります。なんかね、56回ぐらいから割と調子が悪いんで、それを引きずってるのかなという感じ。なんかモジュールでちょっと手間取ってる。モジュールなくてもいいのかな。特にザック 2F 型がね、モジュールを入れすぎてコストがグフと同じになってるんですね。それが若干足かせになってるかなっていう気がします。少し必要ないかなっていう感じですね。低コスト、まあどうなんでしょうね。ただ高コストにモジュールをガチって組むのもいい、まあ高コストなのかなっていう気がしています。低コストはやっぱり低コストが安いからこその低コストであるので、そこになんかいろいろ入れてしまうのは逆効果な気がしてるんですね。まあ一つの考え方なんですけどね。だからちょっといまいちですね。まあまだモジュールを使いこなせてないっていう、正直そうなのかもしれないですけどね。っていうか重いっすね。相変わらずここは処理が重い。ボルガンだらけ。なんか最近格闘が好かるんですよね。だから流れが良くないとやっぱり調子悪くって感じですね。うん、まあちょっと落ち着いていきましょう。おーほー、イフリートかよ。今のブルーディスティニー、ブルーディスティニーにしけ、ブルーディスティニーだと思いますけ。お、いいですね。皆さん攻めておりますね。素晴らしい。 A 割れましたね。で、ここ三角注意ですね。展開がね、いいんで。ちなみにギャンさん、いろいろと弱体化されてですね、残念なことになっております。武装もちょっと変えました、そのせいで。金が欲しいですけどね。まあ、ギャンの時代かと思ったんですけども、早くも終わってしまいましたね、ギャンの時代は。いや、正直悪いわけじゃねえんですけど、弱体化されすぎてる感じですね。ハイドロポンプはせめて残してほしかった。ハイドロポンプと、何でしたっけ、ニードルミサイル、両方ともね、弱体が食らっちゃったんでね、非常にきつくなってます。どっちか残してほしかったですね。まあハイドロポンプはそのままでよかったと思うんですけどね。非常におかげでちょっとね、悲しみも背負っております。まあダメなわけじゃないですけどね。ズゴックイなんかよりはいいんじゃないですかっていう感じですね、個人的には。ただ格闘振る機体じゃないっていうのが、まあ武装が豊富なんでね。だからぜひともね、っていうか重いですね。ちなみにニードルミサイル M なのでね、弾速が遅いんですね。 S より当たりにくいです、その分。割と遅いですよね。やっぱり S の方がいいなーっていう気はしてるんですけど、ちょっとね、あ、これ絶対核引きますね。下から来た、核見えた。こっちにいますね。おお、当たったんですか。今のはかわしてると思ったんですけどね、なかなか難しい。
まあ、ここで2を取られさえしなければいいでしょう。あと3に行って、そうギャンさんね、まあそのうちどうにかなるんじゃないですか。ただ一度逆使い化された機体って戻ってきてるのがあんまりいないんでね、特にゴックとかなんてもうずっと延々とゴックはゴックですみたいな感じですからね、どうなるか。てか重いっすね。重いです重いです、とっても。ああ、 FPS が30切ってますからね。最近重いんですよねこれ。どうしよう、なんかパソコンをちょっと見直せなきゃいけないのかなっていう設定を思っております。まあ、CPU の使い、多分ね CPU 周りなんだろうなと思いながらやってるんですけどね。そう、CPU を全部うまく使われてないんじゃないかっていう、昔からあったんですけどね、全部をフルに使ってなくて、マルチコアをうまく使えないみたいなね。だってもその辺の絡みで多分あるんじゃないかなって思ってますね。スペック的には絶対60出ていいはずですからね。自分の、まああとは、これね、FPS がね、60出ないとこのゲームきついですね。それだけで格いいんで。そう。こう、だからその辺ちょっとね、また、あれです、運営さんは、最適化の時代、時間が必要なんじゃないかなとは思ってるんですけども。いや、正直、このスペックで60出ないゲームはそんなないですよっていう感じなので、これは、多分、クライアント側の問題ですね。クライアントっていうのは、この、プログラムの問題ですね。ね、サーバーが重いとかっていうのも、また別の問題であるのかもしれないですけども、なので、プログラム側の、その、最適化。まあ、また、出てきました。最適化なんですけども。が、されてないんじゃないかなーっていう気ですね。一時期すごく辛くなったんでね、多分、そういうのあると思いますよ。ぜひその辺ね、アクト2でいろいろ追加されてきて、多分いろいろとバグ、内部で見えないバグっていうのが出てきてると思うんです。プログラマーバグがあるんでね、必ず。絶対存在するものなので。だからぜひですね、そこを今度は切り込んでほしいですね。行きましたね。核行ったかな。これは決まったんじゃないかなと思いつつも。やったでーって感じですね。うん。これで終わりましたね。今回は味方が強かったですね。終わり。素晴らしいですね。そう、だから最適化ちょっと頑張ってくださいよっていう感じですね。一部のコアだけ使ってない、やっぱね CPU のコアが存在してるんでね、今見てると今裏で開いてるんですけどね、あの CPU の状況だ、そんな感じがしますね。お、30機終わりました。そういえばエフリートを1回目見たく、取ってから全然見ないですね。もうちょい出てきてくれてもいいんじゃないのみたいな感じはするんですけど。そう。だからね、メモリも勝利、メモリじゃないでしょうね。多分 CPU の部分じゃないかなっていう気が。全然ゲームと関係ないところなんですけど、いや、これ結構ゲームに関係してくるところじゃないんじゃないでしょうかね。とか思いながら。誰かいい情報を持ってたら教えてください。それではね、第50何回だかの実況プレイを終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。